の？ついてこい。小見間に行くのは中止だ。え？俺は好きにやらせてもらう。岡部さん、あのどこへ？岡部さん。これで恋人関係は終わりっていうことですよね。何を勘違いしている？俺たちの恋人関係はまだ終了してないぜ。さっき言っただろ、俺の好きにさせてもらうと。さあ我が弟子よ、今すぐ妖刀サミダレを持ってくるのだ。なんでスーだろう？決まっているだろう。精神ざんま流の修行だ。修行？この2ヶ月近く俺たち2人でやってきた修行を忘れたのか？いえ、でもあの岡部さん、今日まだ我が名を忘れたのか？ルカ、俺は狂気のマッドサイエンティスト、鳳凰院教馬だ。男だとか女だとか、そういうところで俺は混乱してルカ子との距離をうまくつかめずにいた。だがな、俺とルカ子の関係は初めから決まっていたんだ。ようやく気づいた。決まっていた。何がですか？俺は男で、お前は女で、俺たちは今日までの仮初めの恋人。そんなことはどうでもいい。俺は俺であり、ルカ子はルカ子であり、ルカ子は俺の弟子だ。確かに僕の師匠です。よく言った。さあルカ子よ、サミダレを持ってくるのだ。
っててくださいね。すぐ取ってきますから。ここにいてくださいね。どこにも行かないさ。だから早く行くんだ。よし、今日はここまで。ありがとうございました。ちょっとだけ強くなれた気がします。謙遜しなくていい。今日お前は精神ざんま流奥義の一つ、32式さくらんぼを得得した。だが過信はするな。お前はまだまだ弱いんだからな。はい、もっともっと京馬さんに教えてもらいたいです。久しぶりに京馬さんのお話聞けた気がします。ここ何日か俺の意識はマニュアルという恐ろしき封印術式により不安定な状態だったのだ。だがもう完全復活した。心配かけたな。よかった、いつもの京馬さんが戻ってきてくれて。昨日僕に聞きましたよね。男だった時の記憶が残っているかって。ああ。僕覚えているんです。覚えているというか、なんて言ったらいいのか。とても儚い感じ。儚い？はっきり思い出したわけじゃなくて、記憶の海の底の方というか、頭の辺にあるような感じです。とにかく覚えているんだな。すみません、昨日は嘘をついちゃいました。気にするな。この俺、鳳凰院京馬を欺いたのだから大したものだ。そのおかげでお母さんのポケベルの番号も僕、聞かなくても知っているんです。今日はどんな結果になってもこれを渡すつもりでした。それからもう一つ、記憶のことと関係しているかどうかわからないんですけど、古い
パソコンのアリカについて。IBN5100 のことか。はい、多分そうだと思います。それが事実なら、ルカ子、お前は男に戻らなくても済むかもしれない。それは無理だと思います。なんで？ついてきてください。案内します。ここに IBN5100 が。そっちじゃなくてですね。去年のお正月前、その時までうちの神社にあのパソコンはあったんです。僕のせいなんです。僕がシンジのお手伝いで倉庫をお掃除していた時に誤って壊しちゃったんです。壊した？でも、もしお父さんに知られたら怒られると思って、それでこっそりここまで持ってきて、コインロッカーの中に隠したんです。よくここまで持ってこられたな。あれは尋常じゃない重さだぞ。家にあった台車を使いました。そのせいで台車まで壊れちゃったんですけど。京馬さんが探してるって聞いたとき、僕すごくびっくりして、本当のことずっと話そうって思ってたんですけど、嫌われるかもしれないって考えたら言い出せませんでした。バカだな、そんなことでお前を嫌うわけがないだろ。何しろお前は俺の弟子なのだからな。はい、もう1年半以上放置したから管理会社に持っていかれちゃったかもしれませんけど。1年半放置か。だとしたら絶望的だな。かかってないみたいです。確定だな。すみません。お前が責任を感じなくてもいい。俺が
安易に世界を歪ませたのが一番の元凶なんだからな。教馬さん、僕の記憶なんだか奇妙なんです。奇妙と？僕の記憶の中にはあのパソコンのことについての2つの記憶が混ざっていて、1つはパソコンを壊した僕の記憶、もう1つはそんなパソコンは全然知らないし倉庫のお掃除もしなかった僕の記憶。男だった僕はパソコンを壊してません。倉庫の掃除の代わりに本殿のお掃除をしていたから。やっぱり僕が男に戻るしか方法はないみたいです。修行ができて本当に良かったです。俺はお前に恋人らしいことは何もしてやれなかったな。そんなことはどうでもいいですよ。そうだった。まゆりちゃんのこと助けてあげてください。まゆりちゃんは僕にとっても大事なお友達ですから。ルカ子もう行ってください。出ないと僕泣いちゃいそうで、だからお願いします。今日までありがとうございました。あ、こういう時は例の合言葉ですよね。コングルーだ。エルプサイコングルーフです。もしもし岡部、まゆりから電話あったわよ。プンプンしてた。
あんたが小見間に来る約束をすっぽかしたって。クリスティーナ、今から言う番号を電話レンジカッコ仮に入力してくれ。何よ、どういうことか説明して。いいから頼む。これから D メールを送る。番号は痛くないです。だって男に戻ったら岡部さんへのこの気持ち封印しなくちゃいけないから。男なのに岡部さんのこと好きでいちゃいけないと思うから。それに今日の記憶も消えちゃうんですよね。手をつないで一緒に歩いたことも、久しぶりに二人で修行をしたことも、こうして今岡部さんの体に触れていることも忘れたくない。僕忘れたくないです。気持ちは僕にもあるから、しょうがないって理性では理解できていても、
もやっぱり辛いです。せめて今日の記憶だけは残しておきたかったです。こんなに辛い気持ちを味わうって知ってたなら、女の子になりたいなんて願うんじゃなかった。ルカ子、すみません、そんなことはどうでもいいの気持ちですよね。お前が男に戻っても俺にとってルカ子はルカ子だ。それは変わらない。はい、そう言ってもらえて嬉しいです。岡部さん、メール送ってください。お願いします。早く送って。これ以上岡部さんのぬくもりを感じていたら僕もっと嫌なこと言っちゃいそうだから。もう気持ちを我慢できなくなっちゃうから。だが岡部さん、お願い。僕のこと覚えていて。はあ。岡部さん、さようなら。